はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはこのトーテムポールという、カードご存知でしょうか。これ 5Ds で、登場した秘宝というテーマの、サポートカードになってまして、トーテムポール何するかというと、まあ、いろいろあるんですけど、今回はですねメインに使っていく効果は、ね、4番ですね。自分の墓地に攻撃力ゼロの岩石族モンスターが3種類以上存在する場合、墓地のこのカードを除外するとこのターン相手が受ける効果ダメージは倍になるという効果ですね。はい。でこの4番の倍になるという効果ダメージが倍になるという効果を使ってどういう風に、今回はワンキルを取っていくかと言いますと、診断で実装されました、秘宝モンスターアショカピラーと、あとこの水晶ドクロカブレラストーンというこの辺のねモンスター、こいつはもともといたと思うんですけど、こいつらを使ってこのねトライアングル王というカードをコンボしてワンキルしていきます。トライアングル王っていうカードが何をするかっていうと、まあ、これ完全にイラストコンプライアンス違反だと思うんですけど、自分のフィールドに水晶ドクロアショカピラーカブレラストーンが存在する場に発動できる、まあ、つまりこれとこれとこれを盤面にまず用意しなければなりませんかなりハードルは高いです。で、3体いる場合と、発動できるフィールドのカードを全部破壊すると。でこのターン自分が受ける効果ダメージは代わりに相手が受けるという効果になってますね。でトライアングル王のこの効果ダメージを代わりに肩代わりさせるっていう効果がこの水晶ドクロアショカピラーカブレラストーンと相性が良くて、このアショカピラーとかあとこのカブレラストーンって破壊された場合に自分ダメージ受けるっていう効果があるんですよ。こいつだったら2000ダメージ受けるし、破壊されたら、カブレラストーンだったら1000ダメージ受けるっていう効果があるんですけども、こいつらの効果ダメージを相手に肩代わりさせるんですね、トライアングル王で。でこれだけだと2000バーンと1000バーンなんですけど、これをトーテムポールで相手のライフに反射させます。ああ間違った、倍にします、ダメージを倍にします。こっちで反射させて、こっちでダメージを倍にします。はい、これ聞いててもらったら分かる通りコンボパーツ死ぬほど多いでしょ。これを墓地に置いておくか送る、それから、このトライアングル王というカードをサーチしておく、そして、盤面にアショカピラーとカブレラストーンと水晶ドクロを用意する。で、これなんでか知んないけど、水晶ドクロだけ破壊された場合の効果じゃなくて、反転召喚、召喚特殊召喚に成功した場合の効果なんですよ。だから、この、今のコンボを言った後に、こいつをもう一回蘇生するっていう動きも必要なんですね。はい。これを全部クリアするにはどうすればいいか。早速ね、クソデッキ、製造工場の力、見せていきたいと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ宇宙最強デッキを回していきましょう。診断で、追加されて本当誰一人使ってないと言われている、秘宝カードたちですね。まあ多分動画にするのも僕ぐらいしかいないんじゃないでしょうかこれは言い過ぎかな。ちょっと誰か動画にする可能性はありますけども、まあでもまあ基本的には多分誰も動画にしないと思います。はい、まあ、そういうモンスターをね、救っていくのは、まあ、得意だと、個人的には思ってるんで。うららかな？あ、OK です。うららだけはケアできます。うららだけはケアできるんですけど、無限法要とかはケアできないんで、もうこれ以降の誘発は本当に自重してください。はい。このデッキちなみに成功率低すぎて、さっきから10戦連続、対戦して、10連敗してます。はい。お願いだからサレンダーはしないでください。テクタイガス打ってもいいけど。ちょっとねこういうねデッキはねやっぱりちょっと使いどころっていうのはお友達との対戦でなんか披露するぐらいがちょうどよくてちなみに僕お友達いないんでね、お友達いないんで、まあちょっと対戦はねそういうお友達と やる機会がないんですけども、はい。でゼンマイネズミの効果を起動してゼンマイマジシャンを特殊召喚 OK。 ほんでゼンゼンマイイコンの効果を起動しまして、ゼンマイ、まあ、このゼンマイのギミックはもう説明することもねえんだよな、別に。はい、これ知らない人はね、クソデッカーとしては失格なんでね、ほんと履修してきてください。ゼンマイムーブってやつを。だからこの間ゼンマイデッキ、ゼンマイデッキって久しぶりに使う気がするんだけど、このデッキ。なんかこの、なんかデッキをなんか雑談しながら回してたら、もうなんか、指が勝手に動いてるっていうコメントがついて確かにと思いましたね。なんかこの動きが正直クソデッキ作るのっていろいろギミックあるんだけど、このギミックがいっちゃ強いんですよね正直。このデッ
キーこのギミックか、このギミックでできないこと多分ほぼないから、うん、まあ、エクストラデッキとメインデッキ結構枠くるんで、まあ、そこだけですね問題は。はい、これはダークグレファー落ちてきて、で、イゾルデ効果、まあちょっとですね、今回は多分対戦動画は一戦だけになる気がするのでおそらくこんなデッキでもう何回も潜りたくねえからちょっと一戦だけになると思うんでご容赦くださいといったところでございまして、さあそこ、この辺からちょっとね、まあだんだんデッキの、まあ、概要は見えてくるかなと思うんですけど、で、レベル4のモンスターが4体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、カギザンキ、ダランベルシアン、4素材効果発動、素材を4個取り除くと、魔法トラップカードを1枚を手札に加えることができるぞ。うわっ、トーテムポールを手札に加えるぜ。なんだよトーテムポールって。で、魔法使い族モンスターを含むモンスターでリンク召喚、現れろ、神聖魔皇后セレーネ、セレーネリンク召喚、効果発動、カウンターが置かれ、効果発動、カウンターを3つ取り除くことによって自分の手札墓地から魔法使い族モンスターを特殊召喚、シュイーン、そして、サモンプリーストの効果、魔法カードをぶん投げることによってデッキからレベル4のモンスター特殊召喚、ダークドリアード効果、属性が地水、炎を風になるようにデッキからトップに置く、はいはい、で、まあ、順番はどれでもいいわ、全部引くから、で名称が異なるモンスター2体以上でリンク召喚、現れの左右者スカルデット、今デッキトップに置いた4枚をドローしてさらに3枚戻していく、プルルルルで、ドクロ、スピードロイド、ダークグレファー、はい、でこれでまあ、コンボバーツを整ったんでいきましょう。でスカルデット効果、レスキューフェルト出して、でレスキューフェルト効果レベルが6になるようにデッキからモンスター特殊召喚、ドキ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 アンド、カーブレラストーン誰やねんで、アショカピラー誰やねん、でスカレット効果、こちら全部、効果発揮、まあ、効果あの無効になってるんでね、全部あのレスキューフェルトで出てきたモンスターが全部効果あの無効になってるんで今から有効化しに行きます。ジーランティスの効果を起動すると、フィールド上のモンスターをもう一回出し直すという効果がありまして、こうすると、効果が有効になって持ってくるんで、ジーランティス特殊召喚で、まあ、これ攻撃表示で棒を出して、まあ、ちょっと守備表示になっちゃうからな、これちなみにこれ並んでる様子マジでね、ただのね、あのおティンティンですよ、はい、カブレラストーンとアショカピラーと、水晶ドクロ、まあ、どう考えても並んでる様子はただのおティンティンで、カブレラストーンの効果と、アショカピラーの効果を発動、アショカピラーによって装備魔法を持ってきて、カブレラストーンで、トライアングル王とかいうよくわからない謎カードを、持ってくることができる全部誰やねんだよこれ全部誰やねんカードで、ドキドキの効果を発動して水晶ドクロをぶん投げることによってデッキから水晶ドクロを特殊召喚、はい、でこれ特殊が成功した場合1000番いった、でカードを1枚セットしてトライアングル王の効果を発動するぜ。トライアングル王はアショカピラー水晶ドクロ、カブレラストーンが存在する場合フィールドのカードを全部パシ、そしてこのターン効果ダメージを受ける場合お前が受ける、そしてアショカピラーの効果、カブレラストーンの効果破壊された場合2000番と1000番、そしてトーテンポールの効果、このカードをゲームから除外し相手が効果ダメージを受ける場合倍になる、効果ダメージをお前に肩代わりさせ倍ダメージを与える、うおー2000番うおー4000番そして、自分の墓地の、攻撃力ゼロのモンスターを対象にストーンヘンジの効果を発動、再び蘇れ水晶ドクロ特殊召喚成功した場合1000番イコール2000番くたばれー対戦ありがとうございました。二度と使わねえこのデッキ。